ちょっとこの3、4頭はかなりいい感じなんだけど、おかしいですね。実際に釣ってる場面とすると、こういう状況の中であれをヒットさせようっていうと、どういうプロセスを踏んでいくことになります？まあ餌を柔らかくするっていうことがまず大事で、最初は一番じゃないですかね。でその場合はちなみに、まあ、今回 GD のブレンドの餌、はい、これはいったでしょう。かわいい。さすがいい当たりでした。ペリチューらしいいい当たりですね。いい当たりでした ね、 いいですね。当たりは良かったです。はい、はい、ということで、今回、お送りしますマルキューヘラブナ天国、はい、茨城県取手市にあります管理釣り場桜湖から、ペレチュこれをお送りしたいと思います。アングラーはマリキューインストラクター、杉本智也さんです。よろしくお願いします。お願いします。まあ、なかなか今日はね、はい、こう一筋縄ではいかないようなちょっと難しい試合ではありますけど、なかなか浮きの動きとしては、ね、ペレチューらしい浮きの動き出てきてます。はい、はい、でそこでですね、今回のペレチューなんですけれども、いよいよ明日に発売を控えた前日の取材ということで、新餌グルテン団子 GD ですね、これをブレンドしたペレット系の両団子の餌で今やっていただいております。で実はですね、先ほどお伺いしまして、杉本さん自身もですね、この GD を使ってのペレチュー初めてということで、はいはい、朝からいろいろなちょっとブレンドパターンを試していただきまして、今ようやくなんとなく感触のいい、ブレンドが見つかったということで、スタートさせていただいてます。最初にですね、まあ、この初めて使ったということで、ある意味これはあの、ね、これから使っていただく読者の皆さんの参考としてはこれ以上のない、まあ、サンプルになるかと思うんですけども、まずですね、使用感、この新しい餌の使用感についてお伺いしたいと思いますけど、はい、いつも使ってるこの杉本さんのペレット系両団子の餌とすごい当たりがついてますが、やっぱりあのペレット系のこの両団子を使った餌でこのいい型のヘラをこう揃えていくっていう一つのポイントとして、はい、まあ、ボソタッチのこう効いたね、はい、まあ、ある意味ちょっとこう餌を持たせるのが難しい餌をこう棚で持たせて、はいはい、魚にこう食わせるっていうのが一つのポイントになるかと思いますけど、はい、まあ、そういうところをこう狙って使うというところではこの新餌の性能は十分に活かせそうな感じですかね。そうですね、棚でしっかりと膨らんでくれて、さらにこうペレット系って言います、ペレチューと言います、ペレット系もちろん使いますんで、餌が割れてしまったりですとか、やっぱり棚に届かないとか、魚の泳ぎに負けてしまうっていうことも多々あると思うんですが、この GD を入れることによってこう棚までしっかり餌を届けてくれて、その棚に行ってからふわっと膨らんで、吸い込んでくれるっていうような、いい餌になってると思うんですけども、ちなみに、まあ、今使っているブレンド、まあ、今日試している何パターンかのブレンドの中で、はい、まあ、ある意味ねこう一つのプロセスをこう踏みながら一歩一歩こう正解に、まあ、たどり着いてきたという感じではあるんですけども、はい、最初のブレンド、はい、ペレカル 400cc、はい、グルテン団子 GD200cc、はい、でそこで水を入れまして最後の締めを、最初浅棚1本 200cc でやってたと思うんですけども、ね、はい、まあ、その餌からですね、今は少しちょっとこのブレンドが変わりまして、はい、まあ、あのブレンドは後で、記事の方でこう詳しく紹介したいと思いますけれども、はい、細粒が 25cc、加わりまして、さらに、最後の指名差が浅棚1本から BB フラッシュに変わってます、はい、この辺のこうプロセス、まあ、釣りをやりながらですね、はい、ここにたどり着いたその辺の杉本さんの狙いっていうのをちょっと教えていただきたいんですけども、はい、まず最初の餌ですね、最初の餌は締めが最後に浅棚1本が入ったブレンドなんですけども、はい、それはまあ仕上がり感はさらっとしたような感じで、こう GD との相性もいいと思っている締め餌ですねは浅棚1本だったんで、まだ1回もやったことないので未知の世界だったので、自分の
GD との相性のいい、さらっとした手触りの仕上がる朝だな1本入れたんですけれども、やっぱりちょっとそれで打ってみた感じ、魚が寄ってくるとちょっと持たなかったりですとか、やっぱりちょっと軽いっていうところもありまして、もう少し重みが欲しいななんていう、自分の今日の時代の中で思いまして、やっぱりペレッチュっていうことなんで、重みをつけるのに僕はいつも再流を使っているので、しっかりと棚に届けてくれるっていう意味合いも込めまして、そのブレン最初の朝棚一本の締めのブレンドからですね、次に変えたのは再流を入れるブレンドにして、またブレンドはまた別で紹介すると思うんですけれども、それで再流を入れたことによって、もちもこうバラってばらけてしまうところをですね GD で、まとまってくれて、最後にやっぱりちょっと、なんていうんですかね、ふわって膨らんでくれる、棚で膨らんでくれるようにっていうんで、エアが噛むようにっていうことで、BB フラッシュの方を入れるっていう選択をしました。はい、まあ、最初のブレンドでもね、まあ、それなりには釣れてはいたんですけども、そうですね、まあ、明らかに今のブレンドの方がこの浮きの浮きに躍動感もあって、はい、まあね、あの唐津君は、まあ、時期的にねまだちょっとこう多いものの、もう消し込むあたりが何度も連発してるんですけども、はい、そうですね、はい、で実際ですね、この使ってみてこの餌、まだねちょっと正規までには若干間があるとは思うんですけども、はい、まあ、夏のピーク、まあ、ペレチューが本当に活躍する時期を、まあ、ちょっとこうイメージして、はい、ちょっとアドバイスをいただきたいんですけども、はい、この GD を使いこなすポイントとしてはどういったことに気をつければよろしいでしょうか。僕流のこの餌をペレチューで使うってなるとですね、まずは浮きですね、はい、大事なのは浮き、ここで PC ですとかグラスムクみたいなものを使ってしまうと、やっぱり動きも大きく動いてしまいますし、せっかく餌持ちのいい餌を使ってるんですが、浮きがそれに耐えられなくてですね、沈没してしまったりとか、カラツンが多くなってしまったりとかするので、やっぱり明確にこう当たりをもらえるっていうのもあるし、餌を背負ってくれるっていう意味でもちょっと太めのパイプトップを選択してですね、餌をしっかりと棚まで入れるっていうような動作をとりあえずはやってもらったらいいと思います。今日使われている浮きは、はい、これはタダスケのネクストステージの11番になります。パイプトップです。はい、まあ、今その棚は1本半、2本弱ってところでしょうかね。そうですね、はい、やや深めの棚を狙っていますけども、まあ、この辺は、はい、やはりその狙う棚ペレチューといっても、まあ、ちょっと浅めを狙うこともあれば、はい、こう2本3本といったらちょっと深めを狙うこともあるとは思うんですけども、はい、浮きの選択としてはやはりその辺 の水深も考えてサイズ合わせっていうのが必要になってきますかね。そうですね、あと餌に対してもなんですが、こうライトなタックルで攻める釣りではないと思ってるので、あのどっちかというともうパワー系みたいな釣り、夏場に正規で大型を狙っていこうっていう釣りなので、あの小さい浮きですとかを使うんであれば両団子とか、あのもっと短い竿でライトなタックルでいいと思うんですが、やっぱりペレットを入れて大型を狙おうとしている釣りなので、こう浮きもそれなりのものをつけて、餌も採流を入れた多少重めのある餌で棚にいる大きい魚、表層ではなくちょっと棚を取っているっていうのは、その表層にいるガサベラを突破してこの強いタックルでその大きい魚がいる層まで届けてですね、そこでしっかりと餌を膨らまして釣ってしまおうっていう目論みのもと、こういう僕の兄のセッティングになってますね。はい、あと実際にですね、このペレチュー、はい、まあ、一言にペレチューと今言ってますけれども、はい、まあ、いろんなシチュエーションがある中で、はい、こう釣りをしっかり組み立てて大型を揃えて釣っていくっていうことを狙った時のこの杉本さんのアプローチの中でこう注意しているところっていうのはどういうところですか。注意しているところはですね、はい、あの当たりの取り方ですとか、はい、うん、その餌のこの調整の仕方ですとかっていうのがあればアドバイスをいただければと思いますが、はい、まず餌ですが、ボソとちょっと練ったもの、2通り、用意するって形の方がいいと思います。
僕は最初結構細めに餌を作ってですね、それを小分けにして、一つは元餌として取っておく、ボソのまんま、そしてもう一つは練りを、手水を加えて自分の浮きを見ながら、練りを入れていくっていう感じの餌を二通り使います。やっぱりペレチュのいいところって、魚がバッて入ってくる時の瞬間っていうのが分かるんですよね。その時に結構強めに打ちたい時なんかはボソをそのまま打ってった方が両肩が揃うっていうケースが多いので、やっぱりそういう時にはこのボソと練った餌の使い分けですかっていうのを注意して、注意というか僕はそういうところを心がけてやってます。はい。あとは注意点といえば、この浮きが必ず馴染むっていうことですね。はい。棚に行って、もう本当に沈没するぐらいでもいいと思うんですよ。はい。それでもう魚を厚く寄せないとこれをやってる意味はないんで、はい。そこでやっぱり棚に馴染ませて、釣るっていうことはもう大前提、もうそこは僕もすごく注意してやってるところですね。はい。当たりを取る上でのポイントというとどういうことになりますか？当たりの理想的な当たりなんですが、やっぱり付け根で触ってて、落ち込みの時も触ってて、カツカツって当たっていきながら、今みたいなもういい当たりだなと思うんですけど、はい、あれで乗らない時はあれを一回待って、棚に落ち着かせてからの返してきてからの当たり、はい、そういうものを取っていくっていうのが二通りありますね。はい。ペレチュをやられたことのある方だと分かると思うんですけれども、はい、その当たりを送って、そのもう一度この浮きがこう返してくる返し際のところでこう当たるか当たらないかっていう、そういうもう非常に狭いタイミングでこの当たりを待つときに、はい、もう肝心の餌のこう持ち具合っていうんですかね、はい、そこがちょっとこう十分にこう調整しきれなくて、はい、スッとこう割れ落ちるというかね、上がってきてしまうっていう経験をされたことが結構いらっしゃると思うんですけども、はい、そういう部分ではこの新餌のメリットっていうのはどういう形で生かしてこられますかね？やっぱり膨らむっていうことでですね、大きくつけてしまうと膨らんだときに剥がれ落ちるような感じになってしまうんですね。なので、まあ、ちょっともし持たないなと思った場合、小さくつけるっていうことも一つですね、この餌を使う上で。そうすると剥がれるっていうか溶けて膨らむ量も減るので、ただに小餌で届いて膨らんでくれるので、こう一緒に落っこちてしまうっていう現象が少なくなってくるので、ある意味見た目、まあ、餌付けをした時には小さくても、はい、水の中では大きくなるという、はい、まあ、そういう感覚ですね。そうですね。膨らんできてこうボロって剥がれて割れ落ちしてしまうっていうことになるので、大きい餌よりは、まあ、僕がつけてるのはこれぐらいなんですけど、これぐらいの餌が一番僕は手にマッチしてるんで、これが僕のサイズなんですけども、はい、決して大きくはないですよね。大きくはないと思いますね。はい。でその分大きくないんで、重さで持たせようってした時に砕流をちょこっとだけ入れてるっていうことですね。でまたタダで膨らむんで、こう小さい餌で打ってもタダに届いてわーって膨らんでった時に、その砕流がですねボロボロボロって落ちてくれて、ペレカルと融合してですね、収益が抜群になってるっていう仕組みになってます。なるほど。はい。おー、いい当たり、うん、いいですね、うん、最高。今なんかもう理想的ですよね。さ、うん、触ってて当たって2回目の当たりで釣れたみたいな、うん、もうペレジュらしい当たりで、うん、これ地形が整ってくると、もうどん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 魚のサイズが上がってくるんで、もう最初は小さくても全然問題ないです。で、まあ、大型を釣ろうとしている釣り方なんですけども、たとえサイズが小さいからって言ってもですね、釣れてきているので絶対にやってればそのうち大きい魚も必ず入ってくるので、小さいからといってダメではないです。はい。これも正解なんで、これで釣れているんであればもう何も変えることはなくって、はい、これも一つのペレチューだと思ってるんで、はい、
触ってる触ってる、ここでしっかりと棚まで餌が持ってて、馴染んでいきます。ちょっと触りが強いんで煽られてしまってますけど、当たったな今、手が出なかった、まあちょっとなんか逃げ切らないあたりだけどでかい、でも遅れても当たってくるこの餌持ち感っていうのは素晴らしいですよね。多分今なんかは魚に煽られながらこう餌がポンポンと弾かれた時に餌が溶けてきて、もう瞬時に GD が膨らんで吸い込みになってたような状態ですね。でそこに待ってるところに当たったんで、今僕は逃げ切らないあたりだと言ったんですけど、それはあんまり反応は出なかったですけど、魚にとってはもう食べ頃だったんで、もう食べてそのまま持ってっちゃったみたいな感じですよね。はい、ね、だん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 硬よくなってきましたね。したね、重い。もうこれはね、やっぱ今のあたりなんかっていうのは今までのペレチューではあんまりなかったような感じで、これ GD が入ってて膨らんでくれたからああいうあたりでも釣れたよっていうようなあたりだったと思います。はい、気が立ちました。触りながら入ってって、当たってる当たってる、ここで煽られて GD の役割が膨らんできて食べ頃になってます。こっからのあたりいいよ、いけ、ちょっと弱いか、魚の寄りがきついんで、今餌をなんとか甘めにつけてたんですけども、やっぱりちょっと甘めにつけると落とされてしまうっていうことがあのここ 2,3 頭あったので、しっかりと馴染みが入っていないっていう感じでした。なのでもうちょっとしっかりつけてみようということで、浮きを見ながら今判断してこう、ね、ちょっと練りを強くしてしっかりとつけてあげる。ああいうふうに浅なじみが何とも続いてしまうと、今度地合いが壊れてしまう、棚が壊れてしまうってことになるので、しっかりとあの浮きを見て浮きが馴染んでないなと思った場合はしっかりとこう餌をつけてあげるっていう判断をしてあげるっていうのも大切なことです。はい、結構しっかりめにつけたので、多分トップ先端ぐらいまでは馴染むんじゃないのかなと思います。触りながら入ってって、はい、ここまで馴染んでますね。はい、ちょっと浅いですが、まあ、ここら辺まで馴染んでればいいでしょうっていう感じに思っております。で触って、合わしちゃったよ、ちょっと今手が出てしまいました。さっきも同じようにつけて馴染んだので、また次もちゃんとしっかりつけて馴染むように。今度は乗せますからね。受けてますね。ああやってあんなに煽られててもちゃんとしっかり馴染んでいく、はい、しっかりとした餌です。馴染んで返してきて膨らんで、もう食べ頃、今分かりましたかね、返してきて、煽られながら返してきて沈みかけて、はい、煽りで馴染んでったところに食い頃になった、膨らんだこのペレットの餌が浮いてるところにヘラが食べてくれたっていうようなあたりでした。
ってるやつがいいじゃないですか。そういうやつが何やるか見てる。まずまずの方ですね。いいですね。ちょっとサイズはあんま大きくないですけど、肉厚の、うん、コンディションいいやつですね、はい、うん、この1枚はあの見ている方にも非常に参考になったと思うんですけども、はい、いわゆるその朝なじみになって当たりが出にくくなった等が、まあ、3、4頭続いたと、はい、でそこで訂正のためにしっかりつけた餌をまた3、4頭入れてきたところからまた受けの動きが変わって、はい、この1枚につながってる、そうですね、このプロセスってのは非常に大事ですよね、はい、これがやっぱりできるかできないかによって1日トータルでこう棚が壊れるか壊れないか修正できるかできないかでこの1枚が釣れるか釣れないかになっていくっていう形になると思うんで、今のを参考にしてもらってこうあの1日を釣っていくっていうのをあの組み立ててもらえたらなと思います。